ダムネーションが解散して、その前からフリーだったんですけれども、まあ、正直自分の中でそのダムネーションの、まあ、名前や地位にすごい頼ってた部分が正直自分の中であって、そのダムネーションが解散した今、もう本当に自分自身にとって本当にここからが勝負だといろんな意味で思ってます。ドロップキック、躍動していますね島谷選手。自分はフリーになって常々口にしていますが、やっぱいろんな団体に上がって、ただそこで試合こなすだけじゃなくて、しっかりその団体のトップ前線に出て食い込んで、まあ、いわゆるチャンピオンシップまでに行くっていう、そこが最低ライン。この頑張れプロレスもそうですし、まあ、いろんな団体もそうですけど、本当そういう気持ちと覚悟を持って試合やってますんで、今回トーナメントと初代のベルト、この2つを自分は取りに行くわけですから。どうもこんにちは、今コンディションはどんな感じですか？やっぱコンディションは常にいいよね、常に絶好調。トーナメント意気込みを、意気込みやっぱりいつも通りだね、変わらず熱くて激しく元気よくね、ワッショープロレスでこのトーナメント勝ち上がろうと思ってる。その1回戦の相手、自分の強さを全面的に正面からぶつけてくるようなタイプですので、しっかりその強さを正面から受け止めた上で、まあ、勝ち上がっていけばこの後のことがちょっと見えてくるんじゃないかなって自分の中では思ってます。ベルトを巻いた暁にはこの頑張れプロレスのリングのど真ん中で大賀健を逆指名して、まあ恵比寿小坂はね、まあ、5年間ぐらいお世話になった恩をタイトルマッチで返したいと思います。気になる選手はありますか？交流、岡井渡選手、そして兄貴分である石井圭介先輩ね、その2人を超えないと、まあ、優勝はないと思う、まあ、そこを見据えてやっていこうと思ってます、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。